江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、K国の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。今日はですね、ちょっとさらっとタイトルメインでお伝えしていきたいと思います。はい、まずはこちら、日韓戦略フォーラムがありましたよと。そんな中で韓国大使が言ってたですね、出入国優待ってね、また出てきてるわけですよ。で、交通カード互換からって、何スイカとかパスモとかなんか互換すんのかね。まあそんな感じでですね、またなんかぐちゃぐちゃ言ってるらしいと。はい、じゃあ次行きましょう。で、次はですね、 LINE の話なんですけども、こちら、ネイバーへの圧力を強める日本政府、2度の行政指導に続き韓国政府に調査を要求していたということで、別にネイバーに圧力かけてるわけじゃないんだけどね。おお、ソフバン、あ、LINE ヤフーか、 LINE ヤフーにどうにかしろって言ってるわけで、別にネイバーに直接圧力かけてるわけじゃないんですけど、まあこんな感じで記事がありましたよと。で、重要なところだけ、日本政府の要求に、まあ日本政府が要求したんですって、調査を要求したと。そしたら K国の個人情報保護委員会は応じなかったと。今回のウイルス感染によるサイバー攻撃が K国で起こったのは事実だが、韓国国内では個人情報の流出が確認されておらず、必要な対応も終えたからだということで、ガン無視ですわ。で、LINE ヤフーの持ち株会社 A ホールディングスのネイバーが所有する株式については、すでにソフトバンクも買取の意向を伝えていると。お、あ、ここまで話が進んでるんですね、漏れてるんですね。ネイバーは今の持ち株を今後も保持し続けるか、あるいはやむなく売却するとすれば、いかなる条件を提示するかなど、あらゆる選択肢を検討しているようだということで、まあ例えば LINE のシステムだけ、まあ販売、売っ払っちゃうとかね、ライセンス形式にするとか、まあとにかくサーバーを日本の国内に置くっていうことが、まあメインで話が進んでるらしいんですよね。だから LINE って別に日本だけのものではないので、台湾とかも使ってる部分あるんですよね。だからまあ日本国内での営業権とかそういった感じになってくるのかなと思います。で、あとはですね、まあ外野はね、かなりこれ警告、国民の話題は今日本編でやりますけども、LINE ヤフーをめぐる日本政府の行政指導が日韓の外交問題に発展ということでね、これなんて書いてあるかと、ちょっと字ちっちゃいんですけども見ていきたいと思います。日本政府は情報流出が再発した場合、日本国民を保護できないという国粋主義的論理を持ち出したというふうに警告のマスコミが言ってる。自国の国民を保護できないというのがどう国粋主義的なのかよくわからない。別に、まあだから何、なんか文句あんのって感じなんですけども、この論理がとてもなんかちょっと疑ってしまいますけどもね。あ、何癖つけたいのかなみたいなね。こうした状況を受けて、韓国の産業界では、日韓政府が正面衝突する場合、両国で反日反韓感情が高まる可能性があると懸念する声が上がっているという。と、記事は、日本国内で日本の国民的メッセンジャーは日本企業のサービスであるべきだとの声が高まるほど、ネイバーの負担は大きくなるため、ネイバーと韓国政府は当分の間沈黙を守ることが最善だと指摘し、日本政府の行政指導に法的拘束力はないため、ネイバーが持ち分の整理に応じる必要はない。いや別にいいよ。おう、別にね、行政指導にね、従わないんだったら、それはそれで構いませんよ。お前らの基準で行政指導のね、論じられたくないんですけど、おい、ね、日本の行政指導はとんでもねえぞ、おい。はい、その代わりに個人データ漏洩対策をきちんと行えば、日本政府が持ち分の整理を求める理由はなくなると説明しているということでね、甘っちょろいね。何度目だよこれって感じ。漏洩何度目だよって、もういい加減にしてるよって話なんですよ。こっちは怒ってるんですよ、怒ってんの、どんどん、ね。はい、じゃあ次行きましょう。こちら、
次はですね、日本メディアがね、日中韓の首脳会談26、27日にソウルで開催が確実しということで JNN が報じたらしいですよ。これやるんだ、わかんないけどね、どうなんですかね。はい、じゃあ次行きましょう。次もね、 LINE ヤフーの話ですね。 LINE ヤフー問題、日韓関係に冷や水浴びせかねないというふうに韓国の与党議員が言ってるらしいですよ。いや、どうぞどうぞ冷や水かけてくださいよ。はい、じゃあ次、次はですね、まあ、サッカーの話題ですね。まあ、こちらタイトルだけ韓国に敗れた日本ウズベク1対0で破ってアジアカップ優勝おい、なんだよこれ、これを入れたいんだよ、これを入れなくてたまんねえんだよ韓国さんは日本、韓国に敗れた日本ってねもうやらしいね。でも記事はね、そんな大したこと書いてないんだよ。はい、じゃあ次行きましょう。次は野球の話題。大谷選手にデッドボールぶつけるって言った人、パドレス行ってトリプル A だっけ、 3A に行って、でダブル A に落ちて、で結局ですねトレードされるらしい衝撃、コウソクね、1試合も投げられずにトレードね、ということでマイアミに行くらしいですよ。はい、ねえ、じゃあ次はですね、ケイコクさんまたメールがあったらしいですよ。子供の日、韓国公共施設に爆弾設置、また日本弁護士殺傷メールということでね、またあったらしいですよ。子供が多く訪れる韓国の公共施設に高性能の爆弾を設置するということで、唐沢隆弘さんっていう名前で送られたらしい。で、本人が迷惑してるっていう内容ですね。はい、今日はね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。